5月31日土曜日、いなべ市大安海洋センター定湖でヨット教室が開催され、市内の小学3年生から6年生の14人が参加しました。これは青少年育成とマリンスポーツの普及を目的に、毎年初夏と秋の年に2回、それぞれ4日間の日程で実施されている教室です。この日最初に水辺での注意事項について学んだ児童たちは、続いてヨットの入門艇である小型の OP級 ヨットの動かし方を学びました。中でもヨットの組み立てに必ず必要となる2種類のロープワークでは、時間をかけて学んでいました。1つ目は8ノットと呼ばれる8の字結びで、ロープの抜け防止などストッパーに使われるものです。また輪が縮まない特徴があり、結びの王様と呼ばれているもやい結びも習得し、その後みんなでヨットを慎重に運び、実際に組み立てを行いました。このヨットの特徴は、強い風の中でも安定性があり、安全に操船できるところ。小学3年生から毎年この教室に参加しているという小学6年生の大野敦史君は、このヨット教室は学んだことを生かして自分で操船できるから面白い、これからもヨットを楽しんでいきたいと話していました。ここでいなべ市教育委員会からのお知らせです。8月30日土曜日、藤原町の中里ダムで第4回いなべ市 e ボート交流大会が開催されます。皆さんもぜひマリンスポーツをお楽しみください。